サマーラ市電は、ロシア連邦の都市、サマーラ市内に大規模な路線網を有する路面電車。2020年現在は、トロリーバスとともに、市営企業、路面電車、トロリーバス管理によって運営されている。サマーラにおける最初の軌道交通は19世紀末、1895年に開通した馬車鉄道であったが、 20世紀に入るという総力が大きい近代的な交通機関、路面電車が当時のロシア帝国内に普及し、その中でサマーラ市内にも路面電車網を建設する動きが起こり始めた。1910年にサマーラ市議会はこの計画に関する予算案を可決した後、1914年から発電所や送電線、街灯の整備なども含めた、 大規模な工事が始まり、翌1915年2月12日から5つの路線で営業運転を開始した。初年度だけでも乗客数は2050万人にも及び、馬車鉄道はそれから2年後、1917年までに廃止された。その後も路面電車の路線網は順調に拡大を続けたが、ロシア革命家の混乱により19、1919年に 発電所からの送電停止により全線の運休を余儀なくされる事態となり、その後は貨物輸送のみが行われる状態が続いた。しかし、ソビエト連邦成立後は、モスクワから派遣された専門家の指示の下で復興が進み、1922年にはほとんどの路線が運行を再開した。その後は廃止された馬車鉄道の保管も含めて、路線の拡張が続き、 1927年の時点で全長は4 5トルに達した。また、都市の名前がクイビシェフに改められた1935年からは、夜間も30から40分間隔で列車が走る24時間、運転が導入された。第二次世界大戦中は、系統の運行休止や本数減少などの影響を受けた一方で、工業団地方面など、 軍事的に重要な路線の建設が継続して実施された。戦時中、クイビシェフに置かれていた首都機能がモスクワに戻された直後からクイビシェフ市電の復旧が始まり、運休していた路線や走行不能となっていた車両の修理が行われた。その後も車両の増備が続いたが、戦後の路線延伸工事が始まったのは1962年からとなった。 また、1969年からは、新たな車庫が開業したが、これは1963年から導入が開始された、チェコスロバキア製の路面電車車両、タトラティ 3SU の配置を念頭に置いたものであり、この形式は1986年までに600両以上の大量導入が実施され、各地の車庫に在籍することとなった。市電の車両数が、 最大に達したのは1966年で、路線もは1970年代以降も拡大を続けたが、1982年に地下鉄が開通したことに合わせて並行する路線の廃止が行われた。ただし新規路線の建設はそれ以降も1980年代の終わりまで続けられている。都市名がサマーラに戻り、ソビエト連邦の崩壊を経て、 ロシア連邦の路面電車路線となったクイビシェフ市電改めサマーラ市電は1992年に運営組織がそれまでのクイビエフ路面電車トロリーバス管理部門から市営企業路面電車トロリーバス管理に変更されたその後ロシア連邦各地の路面電車が経済的な混乱やモータリーゼーションにより廃止や規模の縮小を余儀なくされる中 サマーラ市電も一部区間の廃止が検討されたものの、その後この案は否決されている。一方で市電では、さらなる路線の拡大が計画されており、そのうちサマーラアリーナへ向かう、全長 2.2km の区間については2018年に開催された FIFA ワールドカップの観客輸送での臨時運転を経て、同年11月1日から定期運転を開始している。 2020年現在もサマーラ市電はサマーラ市における重要な輸送手段の地位を維持しており同市の公共交通機関の乗客のうち42%以上が路面電車を利用している2020年現在サマーラ市電は運行日を限定したものを含めて25の系統が設定されている下記の系統以外にも2018年には サマーラアリーナ方面への延伸に合わせて14号線が設定されたが、翌2019年までの短期間で運行を停止し、以降は曜日によって異なる系統がサマーラアリーナ方面へ向けて運行している。運賃はサマーラ市内で公営企業が運営する公共交通機関及び郊外へ向かう近郊列車と共通化されており、現金使用時は32ルーブル。 非接触式 IC カードのトランスポートカード使用時は29ルーブルである。2020年現在、サマーラ市電には以下の営業用車両が在籍し、都市車庫、黄色不車庫、北部車庫の3カ所の車庫に配置されている。1両での運行に加え、2009年3月31日以降、ボギー車については2両編成の列車も設定されている。ありがとうございます。